問責という言葉は出ませんでしたけれども、さらに衆議院で明らかになった点はまた追及をしていくと、参院会長並びに、参院幹事長等々からお話がございました。衆議院で公明共産みんな立ち上がれと、野党5党で不信任案の意思を示させていただいた。残念ながら数の上ではマイノリティグループでありますので可決することはできませんでしたけれども、これによって仙石長官並びに馬淵国交大臣の責任が回避されたということではありません。今日も決算行政委員会衆議院の方でお話を、質問を我が党の小野寺議員がしておりますけれども、まあ、そこでも行政の執行職と政治の責任はさも分断されているような強弁をしてですね、問題をすり替えようとしている、目に余る対応が今も引き続いているかと私は考えています、まあ、船長捕まえて逃がしといてですよ、極秘でも何でもないビデオ、解雇の人であるならば誰でもアクセスができる、しかし厳重に管理しろという指示が出て後もですよ、馬淵さんは管理者決めただけでアクセス制限も何もしてない、そんな人を逮捕するってことは多分逮捕したら人気が下がると思って逮捕しないということを政治が決めたんじゃないですか。これは国会に1兆3000億入れてですね、そこから3000億地方に出すというような話で、これが通らなければそのまま1兆3000億流して国税としてながり、まあ、そういう性質の法律だったと思うんですけれども、私たちは余剰金等々を使ってですね、手当てをするというその修正案を出しております。ですから私たちはお金の流れとしてはこちらの方がマッチベターであると考えておりますので、この法案には反対ということを示させていただいたところでございます。公明党の皆さんとも政調会を中心にお話をされているようでございますけれども、まあ、そんな中で公明党サイドからはですね、これは伝聞でございますけれども、地方からの要求というものがあって、いつもおっしゃられておりますように地方議員を多く抱えている政党であります。そういう皆様方に配慮してその部分に賛成するという話が政調レベルで